です。まあやって。スリランカとはまた珍しい。こんにちは。お味はいかがでしたでしょうか。美味しかったですか。美味しいです。美味しかったですか。美味しい。ミルミルさん、ちょっと来てます。よーいどんという番組なんです。ちょっと入ってもいいですか。ちょっとお母さんありがとうございます。嬉しい。ハチミツです。ニラミルさん。ニルミル。ニルミル。ニラミルって何薬やったら。インフルエンザの薬でございます。ニルミニ。ニルミニさん。あのサーフィンは誰？これはスリランカの写真ですけど。スリランカってあんな感じ？ここですね。インドの下にある昔セイロンと呼ばれた国です。はあ、日本がここですから。かなり遠いね。そうね、日本から9時間直行便。どうするの？直行便あるの？あります、成田から。成田から直行便。国の便、スリランカの国の便があります。国の真ん中は、海抜2000メートル高より高い山でできていて、国の周りは海沿いのあたりは一年中夏で、国の真ん中一年中秋です。不思議な国。ここはあの世界有名セイロン紅茶を使ってる山です。セイロンって聞いたことある。ここの紅茶全部スリランカ産。おお、飲んでる飲んでる。ちょっとなんか今日嬉しいです。嬉しい。ちょっとなんか食べるもんいただいてもいいですか？お任せでいいよ。お任せでもあの羊の肉とかない。もう何年ですか日本に来て？26年。ああそう。何歳？ああそれやめとく。大阪鶴見緑地花博にコンパニオンとしてきました。あ、花博行ったよ僕あれ中学校ぐらいやったかな。ああ中学校ぐらいか高校やったか。高校ぐらいとも私ちょっと年上ですねじゃあ。あスリランカレストランニルミニは日本在住26年の池本ニルミニさんが営むお店。数あるスリランカ料理の中からお店の人気メニューの一つスリランカコロッケをいただきました。コロッケ、可愛らしいサイズのコロッケ。魚と、マグロと、スパイスと、ちょっとカレー味なの？あの、スパイスいっぱい効いてますね。これがね、ほら、美味しいね。お匂いでわかるよ。あ、本当に、でもすごい、本当に綺麗ね、顔がね、こと言われるでしょ。よく言われます、おいしい。ありがとうございます。本当や、スパイスがすごい効いてる。おいしいですね。僕いけるということはね、日本人全部いける。そう、昔の写真みたい。こんな感じで写してる、花博の時。これ花博の時の？はい。この花博のやつ、すごい、こうなんか、あの鳥取県の物産展みたいな。こんなんなの？花博。ああ、花博の時やっぱり。いや、もっと、なんかあの、なんていうの？スーツみたいなの着て、あ、着てる。パンティオみたいな、あんなんじゃないの？そうですよ。これ見してよ、これ民族衣装。民族衣装着てきた。この時はなんで日本に花博に来たんですか？私昔日本の日本丸っていう船見に行ったりしていて、その船からもらった小さい可愛い雑誌、本が持っていて、そこに日本のあのエンパラーの家族、昭仁様、美智子様とか、そんなみんな載ってまして、うわぁ、いつか行きたいなぁとか思っていて。あ、そう、そういうイメージで。桜の花とかいろいろ。来てみたらどうでしたか？思っていたイメージでは、みんな着物を着て、あちこち歩いてると思ったら、着物を見るのに何ヶ月かもかかって。そうや、だって着ないよ、着物は。よっぽどよ。釣りなんか学校の先生、みんな触り切ってるし、仕事に行く人ほとんど触りきるし、スリランカと同じように思ったので、でも花博に8月に来た時やっと浴衣見たぐらいだから、見れなかったのがまあそれがショックで。そう。そして半年間勤務した花博の最終日、イルミニさんに運命の出会いが。6ヶ月間終わる日に、今の結婚してるケンジさんが声かけて。ケンジさん、友達と一緒になんかどっかの予定がダメだったので、ブラブラしに VSOA っていうと日本のブランディビンも2人で1本持って、VSOP？ 持って花博をあちこち見ながら、ブランディーもちろん花博今さら言うても遅いけど、ついてったらダメよそれ。もう遅いけどさ、ついてったらダメよその人は。ブランディー片手にかなり怪しいご主人でしたが、データの時は意外にも。どうやって喋るの？それは彼は日本語英語辞書を持って、私は英語
英語日本